お仕事お疲れ様。ハロステ、今回のお相手はモーニング娘。23の小田さくらとジュースジュースの入江梨沙です。今回はこの2人でお送りしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします。さて、モーニング娘。23とジュースジュースともに、はい、今春ツアーの真っ最中です。はい、このハロステの配信されている5月3日はですね、モーニング娘。23は大阪公演、はい、でジュースジュースが福岡、福岡、はい、でコンサートということで、来ていただいた皆様どうもありがとうございま す。さあね、あの春ツアーの真っ最中で、ジュースジュースが10周年、モーニング娘。が25周年で、お互いアニバーサリーツアーを送っているんですよ。はい、どんな内容になっていますか？そうですね、なんか本当に10周年を昔から振り返れるような、うんうんうん、すごく素敵なツアーになってるんじゃないかなって思いますし、うん、衣装がめちゃくちゃ可愛いんですよ。うん、可愛い。なので、うん、そういうところも注目してみてほしいなと思います。ね、モーニング娘。23はですね、やっぱ25年あると、うん、こう好きなモーニング娘。っていうのが、見てる皆さんとこう自分の人生の受験だったなとか、そういう時期があるんだろうなっていうふうに思うんですけど、そのどこのモーニング娘。に思い入れがあっても楽しんでいただけるツアーになってるんじゃないかなと思うので、人生で一回はモーニング娘。に触れた方、ぜひ見に来てほしいなというふうに思っています。どっちもお待ちしています。はい、あれ、モーニング娘。23は明日の5月4日はですね、静岡で、5日に岡山に行って、7日埼玉での公演となっています。ジュースジュースはどうですか？はい、ジュースジュースは明日5月4日に広島、6日に神奈川、7日に愛知県で公演させていただきます。はい、そしてですね、このツアーのその集大成として、あの5月29日には日本武道館公演も決定していまして、うん、見に来てくださったら嬉しいなというふうに思っています。よろしくお願いします。この期間はね、皆さんにたくさん会える期間になっていますので、はい、私たちも楽しんでいきたいと思います。それではまずはこちらの映像からご覧ください。どうぞ。Are you happy? Yo!もう遅い。
見てくれてありがとう。モーニング娘。23の小田さくらとジュースジュースの入江梨沙がお送りしているハロステ。ここからは少しお互いのことをお話ししていきたいと思います、はい、私からいくつか質問をするのであまり考えずにパッとテンポよく答えていきましょう。はい、お願いします。最近褒められて嬉しかったことは？ひなフェスでのパフォーマンス。入江梨沙ちゃんが今最も力を入れているものは何？発声方法。ジュースジュースに加入してあと2ヶ月で2年、はい、一番衝撃的だった出来事は？リハーサルの進む速さ。続花鳥風月でツアーデビュー、チーム鳥で印象に残っていることは？合唱曲とリハーサル、ハロープロジェクトは今年で25周年。和楽器をたしなむ入江梨沙ちゃんが特にお気に入りのアレンジはどの曲？こぶしファクトリーさんのドスコイ謙虚に大胆です。うん、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。もう梨沙ちゃん、はい、2年になるんだね。そう、自分でもびっくりしてます。うんうん、時経つの早いな。本当にね、リハーサル早かった？めっちゃ早く感じて、うん、私にとって本当にリハーサルっていうもの自体が、うんうん、あの時が初めてぐらいの。そうだね、続花鳥風月ね。そうです、そうです、うんうん、初めてだったので、なんか仕組みも理解してないというか。そうだよね、そうだよね。なんかリハーサル、うん、でどういう風に進んでいくんだろうっていうのもまず分からなかったですし、うん、その同じグループの先輩方も上村あかりさんしかいらっしゃらなかったりだとか、うん、その他のグループの先輩方に囲まれてやるのもドキドキしましたし、うん、ね、いや本当にあの私あの時本当に心配とかずっと気にしてて、めっちゃ泣いてましたよね。うん、泣いてた。だからすごい、うん、すごい私はそれを覚えてて。でもなんか小田さんは本当にマイクの持ち方から教えてくださったりだとか、うんうん、あとはその合唱曲でもパートが小田さんと一緒だったので、うんうんうん、そのメロディーの確認をしてくださったりだとか、うん、ありがとうございました。懐かしい。まずじゃあもう一個聞いてみますか。はい、あ、褒められて嬉しかったこと。褒められて嬉しかったことは、うん、あの私はデュオで井上玲さんと明日天気になれを歌わさせていただいて、この曲はあのこぶしファクトリーさんの楽曲じゃないですか、うん、なので井上さんにとってもすごく久しぶりに歌われる楽曲だったし、うんうん、私はもちろん初めて歌わせていただくっていうことで、なんかそのどういう反応を皆さんがするんだろうみたいな、うんうん、っていうのがあったんですけど、終わった時は本当にあの褒めてくださる言葉がたくさんで、うん、すごくほっとしたというか、うんうんうん、嬉しかった方だなっていうふうに思ってます。そっか、いやまだ2年だからね、もっともっとこれからいろんなことを感じていくんだなと思います。小田さんへの質問は VTR の後で。ハロステ美容音ズニューシングル、求めよ運命の旅人さん、 Now on sale。 誰にも呼ばせない、夜空は見守ってる。美容音ズニューシングル、夢さえ描けない夜空には Now on sale。 限りあるもの、アンジュルムニューアルバム、ビッグラブ、 Now on sale。 ハロステ続いては私から小田さんに質問していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。少し前ですが、24歳のお誕生日に写真集をリリースした小田さん、撮影のために準備したことはありますか？ほどほどのダイエット。今小田さんが気になっているメイクのトレンドは？アイシャドウの色味がすっごく薄いことがトレンドになったのがなんでなのかなって気になってます。現在開催中のツアーで小田さんが特に意識をして取り組んでいることは？本物であることです。ケンタッキーフライドチキンの CM が決まった時の心境は？夢かと思いました。
ハロープロジェクト歴代の中で小田さんがデュエットをするなら誰とどの曲を歌いたいですか？後藤真希さんとつんくさん作曲の熱い曲を歌いたいです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあまず、うん、あの写真集をリリースされたっていうことなんですけど、うん、ほどほどのダイエット、ほどほどのダイエットは私夜の6時、はい、とか7時、まあできない日は7時とかまでは何でも食べていいっていうダイエットをしてて、ただ夜食べないっていうだけのダイエットをしてて、すごい程よい感じにできました。私を参考にさせていただきます。楽です。あとはじゃあどうしよう、ツアーで特に意識して取り組んでること、うんうん、本物であることっていうのは、うん、モーニング娘。ってそれこそ25年もやってて、はい、いろんなモーニング娘。がやってるじゃない、その一つの楽曲でも、はい、でどうしてもオリジナルメンバーじゃない私たち、生まれてもいない当時、うん、ってなるとなんかカバー感、うん、昔の曲を現役がカバーしましたみたいなことになるのは違うと思って、今世界でモーニング娘。も私たちしかいないから、うん、本物のモーニング娘。として、いやこれは私たちの曲ですって言えるように、あの振り付けの正解正解だけじゃなくてインスピレーションとかそういうのを大切にやっています。ハロステこの後も続きます。さあ始まりましたハローキッチン、今回から私夏焼きみやびがお手伝いとして参加させていただきます。そして今回はこのメンバーが来てくれました。はい、ジュースジュースの江畑咲です。初めてのハローキッチン、美味しいものを作れるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回から私このハローキッチンちょっとお手伝いとして参加させていただくとなったので、はい、先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵な相棒が来てくれてとても心強いです。嬉しいです、そんな相棒って言ってもらえてもうどんどん仲良くなって、そうですね、はい、楽しいコーナーにできたらいいなと思います、はい、はい、そして江畑ちゃんとも実は、はい、関わりがずっとなくてですね。そうなんです、はい、初めてこんな風に一緒にね共演ということで、はい、お互いハローキッチンが初めてなのでね、はい、楽しくお料理できたらいいなと思います、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。では早速始めていきたいなと思います、はい、今回先生何をやっていきますか？はい、ふわふわパンケーキ、わー、こちらをいいね、とっておきの、いやとっておき、はい、ですね。じゃあふわふわパンケーキの材料まずこちらです。パンケーキどうですか、好き？めっちゃくちゃ大好きです、ね、私。いいね、それを今回は多分いつもはお店とかで食べたりしてるんじゃないかなと思うけど、今日は先生にいろいろ教えてもらいながら自分で作っていくので、はい、はい、頑張ってほしいなと思います。頑張ります、はい、では早速作っていきましょう。先生まずは何をしていきますか？はい、まずはね、卵を卵黄と卵白に分けていきたいと思います、はい、別々に生地を作っていきますね、はい、多分できると思います、うん、お料理はする？毎日してるんです。お、はい、すごい、すごい、これは期待できますね、うん、お、いいよ、いいんじゃないですか。パンケーキ自体は作ったことはある？あります。あるんですけど、あるんですけど、全然その時はちっちゃい時だったので、うん、あんまり上手には作れた記憶はないんですけど、先に卵黄の方の生地を作るんですけど、卵白はこれね冷蔵庫に入れて、うんうん、分かりました、冷たくしておきますね、はい、生地をね、はい、作るにあたって粉を振りたいんですね、うん、で今日はベーキングパウダーを、はい、あの 2g で、はい、入れます、はい、これは薄力粉、薄力粉 40g、はい、ここに今入れちゃう、はい、混ぜます。これをあのふるいにかけて、はい、いきましょう、はい、もう全部入れちゃって大丈夫、全部入れるとねちょっとふるいづらいと思うんで、うん、少し半分ずつぐらい、はい、少しずつ、はい、うん、いいですね、やっぱお菓子作りって感じしますね、さあ続いてここに砂糖を、じゃあ、はい、お砂糖が 30g、 砂糖 30g、 はい、はい、入れます、入れて混ぜちゃいましょう、はい、混ぜます、はい、はい、続いて使うのは、続いて卵黄の方に牛乳を 40cc、 はい、牛乳 40cc、 大さじ3、あ、大さじ3ですね、はい、すいません大さじ3、うん、はい、1、
しっかり混ぜていきましょう。お菓子作りでこういう混ぜる工程がすごい昔から一番好きだったので、うん、そうなの？料理とかでも混ぜるところが好きで、うん、お母さんになんか混ぜる時とかなったら呼んでとか言って、ちっちゃい時からやってたんだ。やってました。続いてバニラエッセンス。バニラエッセンス一滴で。一滴。はい、入れました。混ぜていきます。入れます。はい、全部入れると、はい、あのダマダマになるんで、3回ぐらいに分けて。はい、まず1回目。まず1回目入れました。やっぱりこの混ぜるところも好きですね、うん、はい、楽しそうだもん、なんか作ってる時慣れてますね、慣れてますね、はい、すごい、明らかになんか順調、明らかにね、なんかあんま突っ込むとこがないですね、ないですねではメレンゲを作っていきましょう、はい、ここでミヤビズポイント、レモン汁を加えてメレンゲの泡を安定させる。こちらはどういったことでしょうか。はい、どういったことでしょうか。どういったことでしょうか。お菓子作りの達人。わかるかな。これは全然わかんないです。はい、わかんないです。これはね、ちょっとだけ科学的な話をすると、うんうん、卵白ってちょっとアルカリ性なんですよ。うんうん、少し。で、酸性を加えることによって中性に持っていく。はい、そうすると安定する。でもうそういうなんかアルカリだ、酸じゃなんだなんて分かりづらいんでお酢系、酸っぱいもの入れると角が立つっていうふうに覚えてる。すごい、知ってた、初耳です。初耳、はい、では卵白、はい、冷蔵庫から、はいね、あの本来は氷を当てて立てるといいとかです、うん、ちょっとね氷がない場面もあると思うので、はい、なるべく冷蔵庫ないし、うん、冷凍庫に入れといて、はい、キンキンに入れてる状態で、はいはい、冷やしておきましょう、はい、まず卵白だけで、はい、お先に卵白だけで、はいはい、中速ぐらいでいいですね最初ね、うんうん、それぐらいで、はいはい、泡立って切ったから、はい、レモン汁を入れていく。先生入れますね、はい、お願いします。2分の1、種を入れないように種を入れる、はい、はい、もうすぐ混ぜない、はい、これも中速、はい、はい、でも全然なんか怖くもなさそうですね、うん、全然慣れてる感じ。もう慣れてますね今思ったんですけど、左手も使ってるところにちょっと慣れてる感を感じました。すごい、めっちゃ嬉しい。ここだけだとここしかいかないんですけど、回すことによって全体を、これはちょっと技持ってますよ。おー、すごい、はい、先生に言われる前に実践してましたね、うん、すごい。ちょっと立ってきたら、はい、砂糖はね、2回か3回ぐらいに分けて、はい、グラニュー糖 10g、 ちょっと半分入れますか。はい、はい、グラニュー糖が 10g 入ります。はい、お、結構ツヤが、はい、どうですか、この場合は どれで見ます、どういうふうに角が立っているかで、はい、どうでしょう。角立ってますね。立ってますね、はい、素晴らしい。鳥のくちばしみたいにクッとなるかね、うんうんうん、はい、あ、すごい、なってる。やっぱりね、このレモン汁入ってるんで、うんうん、割れないっていうか、はい、安定してますね。なるほど、はい、すごい、こんなにも安定するんですね。すごい、このまま食べたくなる。わー、すごい、ふわふわ。これであんまりいじったらダメなんですねせっかくふわふわで安定してる、うんうん、なるべくいじらないように、はいはい、さあ、では続いて生地をね、作っていきたいと思うんですけれども、はい、はい、お願いします。こちらの生地に卵白、まずね、ちょっと、そうですね、ちょっとです、ちょっと入れ、はい、はい、で、まずなじませて、はい、はい、なじませて、はい、はい、で、周りも結構ついてるんでね、はい、その時もこの両手でやるといいです、うんうん、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、ボールごと回して、ボールごと、そうすると、ここ真ん中に来るんで、うんうん、ここで、おお、すごい、プロ技だ。ふわふわしてきてますね、うん、うん、それぐらいでいいと思いますよ、はい、同じで、はい、全部いっちゃいましょう、全部、はい、はい、混ぜちゃいます。で、ここが一番、はい、重要ポイント、もう分かってますね、もう頷いてますからねでもなんかおかしい、切っちゃダメ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 、これ、まさにこの、こういう風に混ぜる。なるほど、うん、絶対に潰してはいけないんですね。そう、いつも切っちゃってました。下からね、上に上げるイメージ、こういう、あー、すごい、こういう、こういうふわふわだ、うん、うわ、切っちゃうとふわふわ度が下がっちゃう、はい、うん、沈んじゃう、うん、混ざりムラがあっても大丈夫です、うん、それよりこの気泡を潰す方が良くない、良くない、はい、気をつけましょう、うん、
今回はここまでということで、はい、次回完成するのでお楽しみに。おーすごい先端の方から先に先端の方から、新しいことが起きていましたね。いやそうですね、楽しみです。もちろんね、お料理の完成もだし展開も楽しみにしていたいと思います。はいはい、りさちゃんはお料理しますか？はい、そうですね、私は結構やる方だと思いますね。うんうんうん、そんな印象あのお仕事が休みの日だったりとかは、うん、お母さんからそのこれとこれとこれを置いておくから、うん、これでなんかりさが好きなように作ってって。すごい、それが一番難しいよね。そんなことないの？もうでもなんか基本お家だとお肉使うことが多いんですよ。うん、なんか豚肉か鶏肉が多いんですけど、うん、なんか私が好きな味付けってなると、うん、なんかちょっと照り焼きっぽい感じが多いんですよ。うん、なんかでもとりあえず醤油とお砂糖とみりんとお酒が入ってれば何でも美味しくなります。うんうん、そうだね、はい、そう思うそう思う。最新のお料理は？最新のお料理はでもめっちゃ簡単なんですけど、うん、豚肉とあと玉ねぎとピーマンをお母さんからいただいてたんですよ。うん、これを使ってっていうのうんうん、うん、なのでそれを使って私はオイスターソースをメインにして炒め物を作りました。うん、絶対美味しいね。美味しかったです。私はそのりさちゃんみたいなそういう人が一番すごいなと思うんだけどそれができなくて、これを作るぞって意気込んで作ることしかできないんですけど、最近得たスキルは茶碗蒸しです。わー、茶碗蒸し美味しい。そう、なんかレンジとかでも作れるみたいなんだけど、うちは普通にあの蒸し器とかお鍋とかフライパンとかでもできるので、こういいのね、加減とかを最近研究して、これだとすだつんだなとか、これだとあちょっと液っぽいんだな、あこれだとプルンプルンになるんだなとかっていうのを研究しながら一つをこう突き詰めるタイプですかね。はい、そんな感じです。ハロステ。続いては胸に響いた歌詞発表会です。はい、ハロープロジェクトにはたくさんの楽曲がありますが、はい、好きな歌詞ありますか？私はジュースジュースの楽曲だとジョーロ、ジョーロがめちゃくちゃ元気をもらえるし、うん、曲調も可愛らしいし、うん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 、なんかそういう落ち込んじゃったりとかした時におすすめの楽曲です。うん、私小田さくらは笑顔の君は太陽さという楽曲なんですけど、はい、それの2番のサビの前に、はい、大人はずるいとかそう感じているだろう、大人は君に戻りたいと思ってるよっていう歌詞があって、それ中学生の時にいただいたのと大人になって今とで全然感じ方が違くて、あのぜひ全中学生に大人になってからもう一回聴いてほしい楽曲だなというふうに思っています。それでは VTR をご覧ください。どうぞ。胸に響いた歌詞発表会。このコーナーではハロープロジェクトの楽曲の中から自分の胸に響いた歌詞を発表し、その魅力を語っていきます。ハロステをご覧のあなたにもその魅力が伝わればいいなと思います。今週は私岡村みなみが発表していきます。じゃあ早速、はい、じゃん。ガラスの靴はこの手の中にある、かぼちゃの馬車を正面に回して、モーニング娘さんのファンタジーが始まるという楽曲の歌詞なんですけど、これは2つつながってる歌詞じゃなくて、あの1番と2番それぞれ同じメロディーのところで歌ってる歌詞なんですけど、なんか私すごいファンタジーとかプリンセスとか大好きなあの映画とかもね、そういうのが大好きなんですけど、なんかこの曲はそういう映画とかでよく描かれるような王子様を待っていたり、こうなんか夢とかが自分の方に近づいてくるのを待っているのが王道プリンセスみたいなイメージが私の中ではあるんですけど、そうじゃなくて自分から行くぞ私はっていう強い女性の歌詞だなと思っていて、それがすごく衝撃的だった歌詞で、強い女性なんだけどなんか男らしくとかじゃなくて、ちゃんと可愛い女の子らしい心は持ちつつも自分から行くっていうこの強さがとっても素敵だなと思った楽曲です。その強さをなんかこのファンタジーチックにこう表現してるのがすごい面白い。なんかすごい現実的な人なのかなと思いつつも、でもタイトルがファンタジーが好きなのだからなんかすごく夢があって、
なんか現実を見すぎて夢を諦めないんじゃなくて、うんうん、着実に自分の足で夢に向かっていく女の人みたいなのが、うん、すごいなんかアイドル活動をしている中でもこう夢見がちかなと思っちゃうような、うんうん、なんかね大きすぎるかなと思う夢もあると思うんですけど、私たちは結構でもそれもちゃんと叶えるんだぞって聞いたら思えるような、うん、なんかすごい可愛くてワクワクするし、しっかりこう元気をもらえる、うん、歌でとっても大好きな楽曲です。はい、次回もお楽しみに。ハロステモーニング娘。23の小田さくらとジュースジュースの入江梨沙がお送りしているハロステ。オープニングでも少しお話ししましたが、今年2023年はモーニング娘。を25周年、ジュースジュースは10周年という記念すべき1年になっています。はい、さあリサちゃん、こう歴史をこう担っていくわけですけど、はい、大切にしていきたいなと思っていることはありますか？そうですね、なんかやっぱりそのグループの形がどんどん変化していっても、うん、曲っていうものはずっとあるじゃないですか。そうだね、なのでそういう楽曲たちを大切に歌い継いでいきたいなというふうに思ってます、うんうん。私もすごくやっぱ曲が何より大事だなって、そのどんな時もその曲を丁寧に歌うことと、やっぱ一曲ずつにその人の人生がある、私のじゃなくて、リサちゃんが例えば初めて聴いたモーニング娘。の曲とかあるわけじゃないですか。そういうのをこう、そういうのも抱えて生きていくじゃないけど、人の思い出なんだ自分はっていう気持ちでやっていくことが大事にしていきたいなと思っています。じゃあ、あの自分が加入してからターニングポイントになった出来事とかありますか？私は去年2022年の8月の出来事なんですけど、うん、メンバーの体調不良とかもあって、うん、6人でライブをしたことがあるんですね、うんうんうん、でその時は新メンバーの石山さくらちゃんと遠藤あかりちゃんは加入してたんですけど、うん、パフォーマンスにはまだ参加していなくてっていう状態で、うんうんうん、でも一応10人体制で活動してた中での6人のライブっていうのは、私的には結構大きな出来事だったというか、うんうん、すごい自分もドキドキ、なんかどちらかというとなんかそわそわっていうか、うんうん、不安な気持ちが大きかったんですけど、うん、終わってみたらすごく自分には大きな経験だったなと思いますし、うんうんうん、その先輩方との距離もより縮まった出来事だったんじゃないかなって思います。ね、学ぶことが多いよね、そういう時はね。私はターニングポイントか、なんかない、うん、ないっていうか、ずっと変わり続けることを大切にしているので、うんうん、なんかなんだろう、何か一つっていうことをすごく分けちゃうかも、心の中で。今も多分リサちゃんと話してるこの時間もターニングポイントなんだろうしみたいな感じかな。どうなんだろうね、でもすっごくなんか差があるのかもしれないけど、本当いろんなメンバーがハロープロジェクトにいるので ね、もっともっと学んで頑張っていきたいと思います。口癖はもうやめようかな、何も生まれない。さあ生きてね、辛い時もある、そう誰だって涙は出る。眠れる夜はもう足りない、時間は無限じゃない。Good.
weather information. Today it's stormy, conditions are bad, so stay inside. But don't worry, tomorrow it's gonna be a beautiful sunny day!頑張ってるあなたはかっこいいよ。モーニング娘。23の小田さくらとジュースジュースの入江梨沙がお送りしているハロステ、そろそろお別れの時間となりました。ここでお知らせです。ハロープロジェクト2023スプリングシティサーキット開催中です。モーニング娘。23は明日の4日は静岡、あさってが岡山、5月7日が埼玉となっております。そしてジュースジュースは明日4日は広島、5月6日は神奈川県、5月7日は愛知県で公演をさせていただきます。このツアーはこの週に限らずまだまだ続いていきますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。そしてジュースジュースは5月29日にこのツアーの集大成となる日本武道館公演が決定していまして、あの前回の秋ツアーの振り替えの武道館公演からは本当にちょうど3ヶ月をっていう短いスパンでまた日本武道館に立たせていただけるということで、なかなかできない経験というか、本当にありがたいことだなと思うので、この経験を無駄にせずに皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。モーニング娘。23はですね、5月17日にモーニング娘。2225th アニバーサリーコンサートツアー Singing to the Beat 加賀会で卒業スペシャルの武道館公演なんですけど、ブルーレイディスクと DVD が発売になります。こちらはですね、なんか私はもうすでに懐かしい感じなんですけど、まあ加賀会での最後の姿と、はい、その当時のモーニング娘。の集大成っていうのをいろんな方に届いたらいいなというふうに思っております。ハロステはハロープロジェクトのメンバーがどんどん登場してくるチャンネルです。毎週水曜日に新着動画がアップされますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まだまだ気の抜けない時期が続きますが、一緒に乗り越えていきましょう。今回のお相手は、モーニング娘。23の小田さくらと、ジュースジュースの入江梨沙でした。さようなら。